ソロファファトゥソロファファトゥソロファフォトゥジュニア。1965年10月11日イ、は、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身のサモア系、アメリカ人、力士、力士などのリングネームで知られる。兄は、トンガキット、アイランダータマ、サモアンサベージなどのリングネームで活躍したサムファトゥ。弟は、馬が、 ジャマールなどのリングネームで活躍したエディファト。息子に、ウーソズというタッグチームで活動している、双子の兄のジミーウーソことジョナサンファトゥと、弟のジェイ・ウーソことジョシュアファトゥ。1985年、トンガキット、トンガキットのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。ICW、インターナショナルチャンピオンシップレスリングなど、 アメリカ合衆国北東部を拠点とする団体に行くさ。1986年11月、新日本プロレスに参戦するため、初来日を果たす。いとこのワイルド、サモアンとのタッグで出場。12月7日には、リック・マードックと組んでアントニオ・イノキ&、藤原義明と対戦するが敗戦した。1988年、リングネームをファトゥ、ホトゥー。 ワイルド・サモアンはサムウェと変更。さらに兄である、サモアン・サーベージを迎えて、サモアン・スワット・チーム、ザ・サモエン・ズワット・チームなるユニットを結成。9月19日にアは、アメリカン・レスリング・アソシエーションに手枠が、世界タッグ王座を獲得。1989年2月、サムとサモアン・サーベージと共に、海加盟団体である、WCW と契約を交わし入団。 サムーとのサモアンスワットチーム、サモアンサブエージとのワイルドサモアン、ザワイルドサモエンズで、ロードウォリアーズ、ロードウォリアーホーク&、ロードウォリアーアニマルや、ミッドナイトエクスプレスといったタックチームを相手にウィオタック王座、ウィ、US タック王座をめぐり構想するもベルトをダッシュするに至らなかった。1990年11月、サムとであるグレート、コキーナとには、 ユニバーサルレスリングアソシエーションに参戦。1991年2月には、日本の団体である SWS にてサベージュと共に参戦。1992年2月、WWF と契約を交わし入団。10月よりさ、ムートのタックにおいて、首狩り族をギミックとしたザ・ヘッド・シュリン・カーズ、ザ・ヘッド・シュリン・チャースへと変更。ハイエナジー。 ここビー・ウェア・オーウェン・ハートや、ナチュラル・ディザスターズ、アース・クエーク・台風タイフーンといった、実力派タッグを相手に伝承を重ねる。1993年3月1日、RAW にて、タッグプレイヤーながら、WWF 世界ヘビー級王座へと挑戦権を与えられ、王者である、ブレッド・ハートに挑戦するもベルトを奪取するに、至らなかった。 ブレッドハートとの対戦以降、再びタッグ戦線に戻り、ナスティボーイズ、ブライアン・ロップスジェリー・サックス、スモーキング・ガンズ、ビリー・ガンバートガンなどのタッグチームに連勝し、トップ戦線へと昇格。1994年4月26日、WWF 世界タッグ王座を保持するザ、ケベッカーズ、ジャック・ピエールと対戦して勝利し、ベルトをダッシュした。 8月には、ディーゼルショーン・マイケルズと構想を展開するが28日に敗戦し、王座から陥落。この敗戦によりサムートのタックを解消し、11月よりパートナーをシオネへと変更するが、県の在と甘んじることになり、1995年6月にシオネとのタックを解消することになった。1995年7月より、シングルプレイヤーへと転向。 1996年8月にアイアンシークが勧誘してきたアラビアの怪人ギミックザ・サルタン、ザ・スルタンへと変更アメリカ人への反感を買うキャラクターで売り出し1997年3月23日には年間最大の PPV であるレッスルマニア13にて WWFIC 王座を保持するロッキーメイビアに挑戦するもベルトを脱するに至らなかった レッスルマニア13以降、これといった活躍をすることができず1998年より、カナダの団体である EQ、エリートカナディアンチャンピオンシップレスリングや、PPW、パワープロレスリングで活動。1999年10月、WWF に復帰、横綱の力士ギミックを受け継いだ力士ファトゥ、力士フォトゥの、リングネームで15日のヒートに登場し、 クラッシュホーリーを相手に干渉。新たな武器として自身の尻を活用して、クラッシュホーリー、ハードコアホーリーを相手に秒殺勝利を重ね凶悪なキャラクターとして売り出していたが12月より、トゥークール、スコティニホッキグランマスターセクセイと関わるようになってから巨体に似合わぬ華麗なダンスと憎めない笑顔でコミックレスラーとして人気を博す。2000年1月、 リングネームを、力士、力士へとマイナーチェンジ。WWF ヨーロピアン王座、WWFIC 王座に挑戦するが、いずれもダッシュするに至らなかったものの、6月20日のスマックダウンにて WWFIC 王座を保持するクリス・ベーノアに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。また、同月に行われた、キング・オブ・ザ・リング2戦では決勝まで進出するもカート。 ングルに敗戦した。9月18日の RAW では、エディ・ゲレロの代役として出場したチャイナに容赦なく、サモアンドロップを与えてから止めに万歳ドロップを決め、12月10日のアーミゲドン2000では、アルマゲドン・ヘルインがセルマッチで、スティール・ケージ・ジョーダンからジ・アンダーテイカーより、チョークスラムで牧草を敷いたトラックに投げ捨てられるなど、WWE 市場の場面を作る活躍を見せる。 2001年3月、WCW より移籍してきた白と、赤鳥タッグを組んで、ブラザーズ・オブ・デストラクション、ケインジ・アンダーテイカーと構想するもインパクトを残すことができず、ハクとのタッグは短命に終わる。また故障により長期欠場となり、WWFVS、WCW&ECW 連合軍、アライアンスとの抗争に参加することができなかった。 2001年12月6日のスマックダウンにてザロックがビンスマクマホンに対して行ったキスマヤスクラブにて電撃復帰しビンスから尻にキスをさせた WCW から移籍してきたレスラーたちの増員などの関係もあり中堅へと降格し2002年よりタッグプレイヤーへと転向。4月よりザハリケーンと組んで WWF 世界タッグ王者チームであるリーチャック、ビリーガンアチャックパルンボと交想するがベルトをダッシュすることができないままザ・ハリケーンとのタッグは解消。しかし、5月19日のジャッジメントデー2002で、リコとの急増タッグで、ビリーチャックからタッグをダッシュした。2003年、デー・ミステリオや、タジリとのタッグで、ロス・ゲレロス、エディ・ゲレロチャボ・ゲレロ。 チームアングル、チャーリー・ハースシェルトン・ベンジャミンと WW 世界タッグ王座をめぐり構想を展開するもベルトをダッシュするに至らず、10月より故障により長期離脱していたスコッティニ・ホッティの復帰によりタッグを再結成。バシャム・ブラザーズ、ダグ・バシャムダニー・バシャム、FBI と構想し、2004年2月3日のスマックダウンにてバシャム・ブラザーズから、 WWE 世界タッグ王座をダッシュした。以前より体重の増量により1 2グ k g 前後までウエイトを絞るようダイエットを命じられるものの体重を落としてはリバウンドを繰り返したため4月25日のスマックダウンに出場したのを最後 WWE から解雇となった。WWE 解雇後いとこであるアンファが主催する団体である WXW ワールドエクストリームレスリングにてトレーナーを兼任しながらインディー団体に参戦。2004年9月20日、日本の団体であるハッスルにて橋本信也により体型が似ているということから気づいた友好関係により助けに呼ばれたというほどで参戦し、ハッスル力士、ハッスル力士のリングネームで出場。徴収力と組んでダンボビッシュオヤジ狩りと対戦して勝利した。 12月5日、メキシコの団体であるトリプル a に参戦。コナンと組んで、シベルネティコ・アンドラ・パルカと対戦するが試合には、付き合わずに反則を繰り返した。2005年10月、イタリアを拠点とする団体であるウェイ、ニューレスリング・エンターテイメントに、騎士、騎士のリングネーム参戦。29日には、バンピーロと、ハードコアマッチを行い勝利した。 2006年6月から12月にかけて、スポット参戦した際にはいとこである、ブラックパールとのタッグで活動。2007年2月17日、全日本プロレスのプロ、レスリングラブイン国技館ボリューム2に、スモーリキシ、スモーリキシの、リングネームで参戦。当初は、荒谷望夢誉れと組む予定だったが、八流レスラーの荒谷なんかと組めないとクレームしたために、 ジョニー・ダンへとタッグパートナーが変更。アケボノオーアシ・トールと対戦するが、アケボノの64でダンがあっけなく強陣。これに憤慨した、力士はダンに、スティンクフェイスを炸裂させて、留飲を下げた。7月15日、AAA 年間最大のイベントであるトリプラメイニア、XV に外国人レスラーユニット、ラ・リージョン・エクステン・ヘラの一員として出場。 ヘッドハンター A& ロン・キリングスサブート組んで、エル・ソロラ・パルカザ・アニマルラテン・ラバーと対戦して勝利した。9月、ティネ・ニテ・ジュニア・ファトゥ・ジュニア・ホトゥーのリングネームでスポット参戦。メキシカンユニットであるラックス、ラテン、アメリカン・エクスチェンジのスケットとして登場。10月16日、ファイト・フォー・ザ・ライトトーナメントに出場し、1回戦で ボビー・ルードと対戦して勝利。翌17日には、ティネ年間最大の PPV であるティネ、バウンド・フォー・グローリー2007にて、ファイト・フォー・ザ・ライト・トーナメントのリバース・バトル・ロイヤルに、出場するが勝利するに至らなかった。2008年4月12日、日本の団体である、イグフに、力士、力士の、リングネームで参戦。オーランド・ジョーダンと対戦して勝利。同月、 ムウェイに参戦。ブラックパール、フベント・ゲレーラ、ロブ・バンダムとタッグを組んで、クリス・モルデツキー、ハイデン・ライク、オーランド・ジョーダンと対戦。2009年、ブラックパールとギャングレルと共同経営で、クーパー・ナケックス・プロ・アカデミーを設立。11月、ハルク・ホーガンがオーストラリアにて開催したイベントである、ハルカマニアに、ソファ・ファトゥ・ジュニア、ソロ・ファ・ホトゥ・ジュニア、 リングネームで参戦、WWF 時代の相棒であった、ブライアン・クリストファーとのタッグで出場し、同月21日にはいとこであるオス・ファトオーランド・ジョーダン、同月28日には、ブラック・パールバンパイア・ウォリアーと対戦していずれも勝利している。2011年5月21日、NWS ・ナショナルレスリング・スパーストアーズにて、ダニード・リングと対戦して勝利。 10月1日、WXW にてさ、ムートヘッドシュリンカーズを再結成。そしておいであるランスアーノ・アイと組んで、ニュージャージー・シルク、ダニー・インフェルノ&、ジューダス・ヤング&、トミー・フィエットと対戦して勝利。2012年7月、WWE の RAW にて、RAW 旋回放送記念に向けて、レジェンドレスラーたちと対戦していたヒース・スレーターの、 対戦相手として登場し、バンザイドロップで勝利。試合後は、息子タックのウソズ、ジミージェイ・ウソ、so、と共に8年ぶりに、WWE のリングで、ダンスパフォーマンスを披露した。12月1日、GLCW、グレートレイクスチャンピオンシップレスリングにて、トゥークール、スコッティニ・ホッティ&、グランマスター・セクセイとト,トリオ再結成。アルマンド・エストラーダ&、ビリーガン ジェイ・ブラッドリーと対戦して勝利。2013年5月4日、スランフィスト2013にて、ブライアン・クリストファーと組んでニタフトニートミー・ドリーマーと対戦して勝利。9月7日、クパにて、オいのジェイコブ・ファトブラック・パールとサモアン・ダイナスティ、ザ・サモアン・ダイナスティなるユニットを結成。エル・プレシデントマーベリックプリマールと対戦して勝利。10月19日、 BCW ボーダーシティレスリングにて、ジョニー・スウィンガーと対戦して勝利。2014年1月6日、WWE の RAW オールドスクールに、トゥークールと共に出場。3MB ヒース・スレータードリュー・マッキンタイアジンダー・マハルと対戦して勝利し、3人でのダンスを披露した。6月14日、トミード・ドリーマーが主催する方。 ハウス・オブ・ハード・コアに参戦。X ・パックと組んで、マット・ストライカーギャングレルと対戦して勝利。10月18日、イングランドの団体である、RPW ・レボリューション・プロ・レスリングにて、トゥー・クールと共に参戦。レボリューショニスト、シャー・サミュエルズ&、テリー・フレイザー&、ジョシュ・ボドムと対戦して勝利。2015年3月28日、 wwe 殿堂に迎えられる。インダクターは息子であるウーソズが務めた。プロレース界を代表するレスリングファミリーであるあのアイファミリーの一員。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。